エクサゲネスの復元図ギロドゥスは、ジュラキ中期から、シロア気候期にかけて生息していた魚類である。主にヨーロッパから産出する。全長1.2メートル。縦長の体をしており、側面から見ると、ほぼ円形であった。網状の細い骨の組織が体を内側から支え、厚い長方形の鱗が体を守っていた。また、顎には丸い歯が所狭しと並んでおり、 サンゴや貝を噛み砕いて食べていたと考えられている。多くのピクノドゥスメ魚類は、節型か扇型の尾ひれを持ち、沿岸域のサンゴ礁のような環境に適応していた。だが、本族輪に刺した尾ひれと釜型の背びれ、尻びれを持ち、外洋を高速で泳ぐこともできたと考えられる。最古の化石は、スコットランドジュラキ中期のものである。ジュラキ後期に最も多様性。 分布域を拡大した。一部の種はアメリカにも到達している。主要な化石は全てこの時代のものである。白秋前期の化石記録は不明瞭である。次の2種はイギリスのスピートン・クレウから出土した。以下の3種は葉の断片のみが知られる。フランスから葉の断片が出土しているが、本属のものかどうかは不明確である。ありがとうございます。